え、こんにちは。プ田和カです。今日もご視聴ありがとうございます。えー、今日はジャズボーカルの歴史をざっくり眺めていきたいな。ちょっとジャズボーカルの人のね、えー、対談をちょっと予定しているので、先にこう歴史を覚えてしまいましょう。ね。えー、これは前にも出てきても、サックスの時にもやってますが、これの動画初めて見る方もいらっしゃると思うので、ざざっといきますね。ジャズっていうのは、まあ、あの、スイング時代っていう、こう、いわゆるその、えー、シングシングシングとかね、あの、 あの辺が有名だと思うんですけど、ああいう、こう、もともとは歌、歌物の、えー、メロディーだったものに、このスイングビートに乗せて歌うっていう感じね。で、みんなでダンスする。要は、今で言うとですね、もう、なんか、こう、クラブみたいなね。ものすごくかっこいい音楽だったと思うんですね。こう、一緒にこう、ダンスしてやる。で、こう、歌もあるみたいな感じですね。えー、高級クラブというよりかは、まあ、あと学生なんかも、こう、立ち見で入れる、朝まで入れるようなお店がいっぱいあったということなんで、もう本当に今でいうクラブとイメージが似てるんじゃないかな。 ですけどそういう,こう、とにかくかっこよかった、そういうスタイルの,の。で、そこからこのビバップっていうのをこうチャリバカっていう人が始めて、こうアドリブだった部分をもうすごくクローズアップしていくんですね。そしてクールジャズってもっともっとクローズアップして、もっとこうクールな使い方、音の使い方をということですね、クラシカルな音をやっていくんですけど、で、えーまあ、だんだん客離れしていくわけですね、難しく。何回なればなるほどお客さん離れていくからね。で、ハードマップっていうのでちょっと取り戻そうよって、いろいろラテン入れたり、ボサノバ入れたり、フリー入れたり、まあこういう。 新たなね、これをハードバップと呼ぶかというか全体的にこのビバップ以降モダンジャズっていう,ふう,いうんではないかなと僕はちょっと思ってるんですけど、こういうスタイルですね。 なので、えー、まあ、モードジャズとか、そのスタイルですね。このこ、コードが動きまくってた、こう、ハーモニーがどんどん移り変わっていくところを、いかに音遣いをってやってた、このビューバットが来るに対して、もうハーモニーが動かないで、こう、いかにメロディアスに綺麗に歌うかとか、ラテン入れて、こう、ね、みんなで、まあ、ちょっとダンスが戻ってくるようなスタイル。ボサノバとかもそうね。フリージャズっていうのは、まあ、この時代性、1960年代ぐらいの、まあ、黒人、その人権運動のあたりのところと、まあ、マッチして、えー、まあ、要は、 ハーモニーからのさらにフリーを目指すわけですね。それはなんでかっていうと、メロディーもジャズでしょえー、ジャズっていうのは黒人が作ったものだし。で、その、リズムもそうじゃん。だけど、こう、ハーモニーはどうしてもこう、クラシックの流用でしょだから、これも自分たちなりの耳の感覚でやっていけば、全部黒人のもんだよねっていう流れで、まあ、要は黒人が、その、要は、えー、独立したいっていうね、その、こういう思いから出てきてて。で、まあ、ちょっと時代性もマッチしてすごくこう、 盛り上がるわけですね。で、まあ、ジャズロック、ロック、リズムがロックの入ったサイドワインダーみたいなリズムとか、まあ、あと、ヒュー、なんかヒュージョンって言われる。まあ、これはリズムがまあ、ロックって言われてるんですが、もうこれもやってるんで、ヒュージョンっていうのはまあ、要は電子楽器を使うことによって、えー、よりこう、なんかロックとジャズの合体みたいな感じになっていくっていう感じですね。で、こういう要素はもっと他にもいっぱいあるんだけど、こういう要素を取り入れて、今現代コンテンポラリージャズっていうの成り立っていると思うんですよ。なので、えー、例えば、こう、 ジャズロックの上でモードをやってたり、ジャズロックの上でフリーがこう一瞬出てきたりとか、そういったものがやっぱりあるので、まあこういうところですね。これ器学の話ですね。じゃあ、ボーカルになってことフリーとかもあんまり聞いたことがないんで、やっぱこういうあの流れをある程度知ってると、ボーカリストはどういう風かなっていうところですね。でまずは、まあ、これが欠かせない、もっといっぱいブルースボーカルといるんですが、 ジャズ的な、こう、音遣いを始めたのは、やっぱ、ルイアン・ムストロンがトランペットをやってるっていうのがあって、で、その、まあ、有名なんですね。スキャットって、こう、歌詞カードを落としてしまって、歌詞わかんないから適当に歌ってるってね、えー・ビーズ・ジー・ビーズって曲かなブログの方に書いてあってですね、えっ、ー、と、 歌詞をやってました。だから、英語聞き取れないと、どこでこう言い間違えてうちゃぐちゃなんてるかわかんないけど、ちょっと自分なりに訳してみたやつが、こう、載ってるので、よかったら探してみてください。えー、ルイアム・ソロムね、サチモさんっていうことですね。これはもう、この、この白いね、このハンカチを持ちながらこうやって、もがかっこいいんですよ。で、すごい、こう、しゃがれた声でね、皆さんも聞いたことあると思うんですけど、えー、っと、まあ、あの、代表的なものは全部下の注釈欄に貼っておきますので。 で、えっ、ー、と、フランク・シナトラさんですね。まあ、この人はもう男優さんでもあり、もう、約えー、ハリー・ジェームス・トミー同士っていうですね、えー、まあ、要は、こう、スイングジャズのビッグバンドのオーケストラの、まあ、花形ボーカリストだったわけですから、まあ、こう、スイング時代からの、で、もスターになっていく形ですね。で、サックスとかそういったものっていうの、企画の人たちっていうのは、やっぱあんまりこう、事務所に所属するとかそんななくて、やっぱフリーでやってるんですけど、まあ、ここら辺になってくると、もうこれタレントさんになってくるんで、まあ、こういう動きをする人ですね。ナット・キン・コールがこれも、あの、 も、えー、ともとピアニストですね。レスター・ヤングのピアニストだったりとかするんですけど、そういうところでピアノをやってて、歌が、まあ、当たって、ギターとピアノとベースか、トリオで歌,歌を歌ってたんですね。そうすると、なんかこう、やっぱりこう、彼の歌がすごいこう、やっぱり人気が出てですね、まあ、ここも彼もスターになっていくわけですね。そうすると、 ジャズっていうのは、オンリーワンを目指す。他人がやってないことをやりたいということですね。こう、ニューヨークなんかの、こう、盛んにやってるところでは、どん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 新しい、まあ、音楽。でも新しい音楽ってなかなか受け入れられる時間がかかるじゃないですか。で、その新しい音楽を、こう、要は、エンターテインメントにして、ええー、まあ、いろんなところで、こう、ショーアップして演奏してた、ナット・キングコールとかね、フランとシナルとか、そういう、こう、ジャズの、ボーカルの流れがやっぱあるんですね。ええー、あの、 グリーンブックって見られた方いらっしゃるかもしれないですけど、グリーンブックって映画の中で、ナットキングコールが、えこう、南部をこうコンサートで回ってたときは、南部やっぱり黒人差別がひどくて、引きずりをされて殴られたんだ、民事されたんだよっていうお話が出てくると思うんですが、まあそんな、まあ時代のお話なんですが、うん、えこういうスージング時代のスターであったって、そういう、まあ黒人であるとそういう扱いをされたっていうま流れとかもあったりするわけですね。 はい。ビバブ時代の歌い手さんってことで、あの、五三家って言われるんですね。五三家をこれで言うと結構批判もあるんですけど、まあ、ほとんどの人たちはこれで書,か書いてあってですね。まあ、エラフェッツジェラとサラフォン、ビリー・ホリデーですね。ビリー・ホリデーはちょっとスターすぎて、ここに入れないっていう人もいて、ここカーメンが入る場合もあるんですけど、あんまりたくさん覚えると仕方がないんで、もう、これはもう、いろいろ聞き比べてみて、自分なりの五三家を見つけていただければいいと思うんですけど、まあ、ビリー・ホリデーなんかはもう、ベニーグッドマン家の皆さんのご存知の番組の、まあ、あの、 サラ・ボーンさん、エラフィズ、この3人がね、ものすごく三者三様のなんかちょっと色彩があってですね、これをなんかこう聞き,聞き込んでおくと、あちょっとこういうスタイル、こういうスタイルみたいな、で、その合間を縫ったようなスタイルとかがいろいろあると思うんですけどと、特にこの3人は特殊なので、あのー、まあ、お話で出てくると思うんですけど、あの聞いていただければいいかなと思います。 で、は、白人、えー、さっきの三人、ご三方は、まあ、黒人の暴険者だったので、白人の歌手としては、まあ、ヘレン・メディ。これも一番有名じゃないですかね。どこでもよく聞く。えー、もう。 しょっちゅうかかってるんだよね、BGM でね。で、アニタ・オデイさんとかね。スタンケン・ド・マグナーにいたんですね。えー、っと、クリス・コナーさんもいるんですけど、まあ、どちらかというと、こう、まあ、僕もこの作るにあたって、やっぱりこう、いろんなこう、ジャズのオムニバス c d をやっぱり、やっぱりこう、いっぱいこう、調べたんですけど、まあ、この辺が一番よく出てくるんじゃないかな。他にもいっぱいいるんですよ。い,いっぱいいるんだけど、まあ、あんまり、たくさんこう、紹介しちゃうと、逆にこう、 なんかね、勉強良くなくなっちゃうんで。なんかこう、あ、これぐらいの二人ずつ白人人、白人さん二人、黒人さん三人ぐらいね、とかっていう話をしてて、二人ずつぐらいだったら覚えていけるんじゃないかな。一人だとね、なんか、まあ、特殊性がある。なんかこう、対極性があるとね、こう、聞き比べできるんで、聞き比べすると、あ、こっちはこっちで、こっちはこっちみたいなね。だから二人か三人を聞き比べしながら、なんかこう、自分なりの好きなやつを広げていくといいんじゃないかなっていう感じはしますね。 えー、僕が大好きなあのジャーナルでボーカリーズっていうのがありましてですね。まあこのジョン・ヘンドリックスさんっていう人が、まあこれあの1957年に、えー、結成したランバート・ヘンドリックス・ロスっていう3人のボーカリー、もう超絶歌うまい3人がですね、えー、3人でオーケストラの、えー、ビッグバンドですね、16人編成のバンドの全部の音を重ね取りしてですね、3人でですね、全部に、あの全部のパートに歌詞をつけてこうやってね。 まあ、あの、カウントベーシービックバンドの全部の音を撮ったりとか、まあ、それでちょっと有名なんですけど、デューク・エリントのインナーメロンの音とかも、本当にね、絶品ですよね。あの、トランペットのソロとか、もう全部撮ってて、えー、それのバッキングとかも全部撮って、もう3人でやるんですけど、これめちゃくちゃ面白い。で、これを受け継いでるのはカート・エリングさんですね。僕何度か、あの、この人のワークショップ受けてるんですけど、本人にもお会いしましたけど、ほんと素晴らしい人で、えー、まあ、あの、有名な、あの、こう、 ミュージシャンが好みそうな、そのアドリブ要は、いわゆるその現代コンテンポラリー的なこう演奏してるやつなんかを全部歌詞をつけて歌でやってるってことですね。フリーなんかもやってるのかもしれないですね。だからね、こういうところで言うと、だから史上の愛に全部歌詞つけたみたいなね、あるかもしれないですね。ではですね、えー、こう、全体に年表にしてしまいました。えー、1901年前ですね、ルイ・アムスロムさんですね。えー、こういうふうにいらっしゃって、で、まあ、フランク・シナトさんの時に、やっぱりこう、えー、スイング時代から、 え、こう、スイング時代ってこの辺ですね。そこからこう、歌になって、こう、まあ、スターになってで、ビリー・ホリデーさんなんか、まあ、この辺、ビリー・ホリデーさん、エラヒュッツ・ジェラルドさん、サラ・ボンさんは、まあ、ビバップの時代からいらっしゃる人なんで、やっぱりあの、ビリー・ホリデーさんの自伝、あの、大橋巨泉さんがあの、訳したやつ読みましたけど、あれなんかでも、やっぱりこう、 ベリーが、私が一番だった、みたいなことを書いてるんですね。やっぱりこう、チャーリーパーカーとかと一緒のバンドやってるんで、もう歌覚えちゃうんですね。チャカさんとかめちゃくちゃ、あのス、スキャットスキャットがうまいって何かって言ったらですね、ハーモニーに対して、やっぱりこう、テンションって言われる、まあ、気学でやると別にピッと押さえて出るわけですけど、こう、ハーモニーに対してものすごい厳しい音、きつい音、やっぱ混ざりにくい音、それをうまく混ぜながら演奏するんですけど、その、テンションっていう音がやっぱ入るか入らないか、すごいこう、やっぱり、 やっぱり、その、ハーモニーの、要は分散和音って言われてね、その、コード構成音っていう、単純な音でスキャットするってのは、まあ、簡単なんですけど、そういう、こう、気学の人がやりそうな音遣いもしっかりするっていう人が、やっぱりなかなか、なんか理論がかってなきゃできないって形なんですけど、チャカさんはね、私理論全然分かってないよとか言いながらね、あの人は独特の感性を持っているから、だからこう、いっぱい聞きまくって全部フレーズを覚えてて、で、それのハマるところをこう、 入れてていいくっていう,もう天才性ですね。でこの3人もそのじゃあ理論をすごく分かってたかったらそうでもなかったのかなでもパーカーとか横で聴いてるからそのフレーズいいなっていうのを全部覚えてそういう天才性はあったんじゃないかなって思うんですねなのでこういう人たちがこうビバップっていうスタイルをこうボーカルの中にこう彫り込んでいくみたいなねでこれはあのちょっと対談でお話ししようと思うんですけど何をもってジャズボーカルというのかみたいな スキャットすればジャズボーカルとか、ジャスキャットしない人はジャズじゃないのか、ここら辺はですね、命題になるんですね。僕もそれなりに面白い答えを持ってるんで、ちょっとその話はまたしてみたい。で、ヘネル・メネルさん、アニタ・オデさんっていうのが、まあ、こういう世代でやってきて、まあ、白人として、もうこの辺、アニタ・オデさんとかはもうね、映画にも出たりとかしてるから。 タレントさんみたいな意味ですね。で、ジョン・ヘンドリックスさん、カートエニングさんっていうのは、まあ、ジョン・ヘンドリックスさんはやっぱこういう同じ、えー、ビバップ時代にやっぱりいて、でそういったものをこう歌詞をつけて歌で表現するっていうことやって、そういうのをこう、まあ見た現代の人がカートエニングっていうのを代表にしてますけど、他にもいっぱいいらっしゃいますね。素晴らしいミュージシャンいっぱいいると思うんですが、まああんまりやるとあれなんで、こう、 二人ずつぐらいで対談していきたいと思いますので、また対談の方もね、ぜひ聴いていただける。でも、ボーカルはね、まあ、ジャズボーカルっていうのは、こう、ローローと歌う部分もあるんですけど、こう、音をバーって、こう、ローローと伸ばすとこよりも、まあ、まるで喋ってるみたい。英語で喋ってるとリズムが出てきて、それがスイングするみたいなスタイル。そこがやっぱりジャズボーカルなんですよね。だから、こう、ホイトニフーストンみたいな歌も素晴らしいんですけど、あ子バーって伸ばすんじゃなくて、ジャッ、デドゥ、バッ、レーベ,ベリーラ、みたいな。もう本当に喋ってるみたいな。 で、カートエリングさんが前に、こう、ね、あの、ワークショップやった時横にいたんですけど、その学生のこの、なんか、トーナメントね、最後に1位、2位だった人に、えこう、ちょっと特別レッスンをしているのを公開レッスンでやってたんですけど、まずその、君は、と、とても歌う,うまいから、まずその、歌詞をしっかりやろうってことで、で、僕がその、君の作った歌詞が、この、僕が恋愛相手だと思って、僕に向かって一生懸命口説いてみて、 で一生懸命う。その後歌ったらもうみんなが感動して、うわーって拍手ださせつまりこう、言葉だから喋って喋って、それに感情が入って、そこに音程が乗るだけだよっていう話をしてたんですけど、本当にこう、そういったこう、なんかこう、音程があってそこに歌詞が乗ってるんじゃなくて、歌詞があってそこにたまたまこうジャズで、ジャズらしい音程が乗ってるだけっていう話をしてたのが、すごいこう、印象的でしたね。 というわけでですね、棒から喋るようにがかっこいいっていうことで,ですね、そういったジャズを、えー、ぜひ楽しんでいただきたいなと思。いろいろ詳細欄の方にですね、今日お話ししたような内容の、えー、リンクを貼っておきますのでこう、聞き比べとかしておいてもらってから、それから対談を聞いてもらうと、こう深く深く、ちょっと二人ずつ深くやっていく。もっと深くいっぱいあるけど、まあちょっと深く、まあそれなりにささっと深くやってみて、で、聞き、 聞き慣れていくといろんなもの広がっていくんじゃないかなっていうふうに僕は思います。というコーナーでございます。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください。えー、作るときのモチベーションになりますのでよろしくお願いします。 このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか他の楽器の方が、えー、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、えー、曲の解説とか演奏中に何考えているかっていう動画を上げてますので、えー、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。 この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。